山下達郎を山下達郎の作品一覧、ヘロン、ヘロンは、1998年1月28日に発売された、山下達郎通算30作目のシングル。青さぎ後に、コージーに、2012年には、オールタイムベスト、オーパス、オールタイムベスト1975から2012にも収録された。 この曲について、山下は、本当は93年の TBS のモーニングワイドのために作ったんですけど、オケの仕上がりがのっぺりして奥行きが出なかったんです。だから置いたままだったんですけど、ブローはスマイルガレージで撮ってますからまだいいんですけど、ヘロンはジップシー時代のやつなんでね、ただこの曲にご就寝の広告代理店の方が絶対、これだって言い張るんですよ。 それでね、長野オリンピックでのキリンビール、ラガーでということになったんです。でも元のオケじゃ嫌だったんで、これは運よくドンカマだったんで4リズムを取り直して、サックス4本入れて、パーカッションも最初はカズトだったんですけど、ナイアガラの4人パーカッション体入れて作ったんです。歌、コーラス、ハープシコード以外は全部やり直してるんです。で、大丈夫なクオリティまで来たんで出せたと。 僕はこれシングルきついんじゃと思ってたけど、その代理店の人がこれでいいんですってと答えている。また、そういう意味では気に入ってます。こういう哲学的な歌詞好きなんですよ。ヘロンって、アオサギのことなんですよね。辞書見てたら、絵と一緒に、アオサギコールウを象徴する鳥で泣きながら飛ぶと、雨が降ると言われているって書いてあって、それが気に入って書いたのね。 朝の番組でしたから、モチーフがあったんでこれで行こうと。だから、泣かないで、ヘロンで雨を降らさないでくれということなんですねとも、答えている。カップリングのギターインストゥルメンタルは、同曲のギターインストゥルメンタルバージョン。山下は、こういうギターインストはたまにあるんだけど、ラジオ番組のオンリーウィッチューとか、元はといえば、村田くんのまた明日の時に、 ギターで工夫しようってやったのが最初。ボトムに2本、オクターブ上で2本、真中に1本を重ねて取って。で、同じので成功したのが、クリスマスイブ。そう、淡々と。いいじゃない。元は、朝の番組天気予報とか、交通情報で、BGM のオファーが来て作ったんだものと答えている。後に、ベストアルバム、レアリティーズに収録された。 本作はスペシャルプライスとして税抜き500円で発売された。ありがとうございます。